はい、大ごまんちゃうかでございます。さあやっていきましょうか。パート7いきます。どうアルムちゃん、俺が怒るからさ。もうそうやって誰かで構わず誘ってるんでしょ。ふざけないで。あはは、バレちゃったか。ごめんごめん。まったく風泣きは相変わらずでやんすね。ほんといつ見てもあの調子だよな。おい風泣き、何堂々とサボってやがる。いやだな、サボってませんよ。今日のメニューは全部消化しましたよ。け、余裕かもしれやがって。俺よりランク上だからって調子乗ってんじゃねえぞ。そんなつもりありませんってば。遊んでる暇があったんだったらとっととナンバーワンと勝負しやがれ。せっかく権利があるのに宝の持ち腐れだろうが。俺そういうの苦手なんすよ。知ってるでしょ。そうかい。ならすぐにでもお前引きずり下ろしてやるぜ。首洗って待ってな。いいですよ。いつでもお待ちしてます。そうやって笑ってんのも今のしだからな。やれやれ。クレマさんの焦り人だな。ふふ、どうやることかとヒヤヒヤしてたんです。そういえば、風投げってこれまで一度も勝負に飲んでないんだよな。そうでやんすよ。入部以来、定期試験だけでナンバースリーになっただけでやんすか、なったでやんすからね。なんだろうな。何の話ですか、先輩。ああ、風投げ、ちょうどよかった。お前なんで勝負で挑まないんだ。はは、まあいいじゃないですか。そういうの俺、性に合わないんで。そうか、でも俺は遠慮したいぞ。いつか権利を得たらお前に勝負挑むからな。まったく須藤様で、モテる男は辛いな。でもなんでそこまで俺なんかにこだわるんです。だって、風投げのランクにならなきゃ、雷光に勝負を読めないだろ。何を考えてるんですか。雷光君に挑むなんて気は確かでやんすか。おいおい、そんなに驚くことないだろ。確かに雷光はすごい選手だけど、付け入れチャンスはきっとどっかにあるだろ。チャンス、ですか。この人には見えてないんだな、雷光さんの実力は。運とか努力、そういうものが一切入り込む隙の、入り込む隙のない、絶対的力の差ってものが。どうかしたのか、風投げ。ああ、なんでもないで。なんでもないです。勝負ならいつでも受けますよ。気軽に申し込んでください。もちろん、看護しとけよ。受けることはあっても自分からはいかないんだね。なんかこう、常日頃な感じで。あ、上がるね。よし。変化球がなんかほんと徐々に上がってっからやだな、ポイントが。145キロ。150ぐらいにすりゃ、なんかワンチャンあるだろ。よし、さあどうしようか。あ、これは、人がたくさんいるから急速止めた。あ、肩痛む。肩か。ほんと肩困るな。キャッチボス、矢部くん。オーライアンス。ストーカー。一度は最下位に押しながらも、よくぞこの大会まで這い上がってきたものだ。ライゴくん、こっち見てるやんすよ。あ、ほんとだ。おーい、ラ。何を気軽に話しかけようとしてるやんす。ライゴくんと俺たちは住む世界は違うでやんすよ。なんだよ、それ。俺がキャプテンなし別にいいだろ。ストーくんは名目。ライゴくんは実質のキャプテンでやんす。好きとすっぽんでやんす。そこまで言うか。ふっ、好きとすっぽんか。手には月には手が届かんということなんだろうか。一年の時にトップを勝ち取り、早2年。最近俺に挑んでくるものはすっかりなくなってしまった。超伝は孤独というか、やはり物足りんな。雷郷くん、何か考え事をしてみたいでやんすね。さすがの雷郷も俺たち貝からの突き上げに焦ってるんだな。いや、それはないでやんす。風投げが勝負挑んでくるのは別でやんすが。評価。あれだけの才能を持ちながら、なぜ今のうちに甘んじているのか、理解に苦しむ。あいつなら久々に熱くなる戦いが期待できそうなんだったが。だったら俺が風投げを超えた上で雷郷に挑んでやる。まったく、イグミだけは一枚でやんすね。一人前でやんすね。ふむ。もしかしたらあいつなら たきつけてくれるかもしれんな。評価上がるんだ。やったぜ。監督がこっちの練習。あ、来た。来い来た。よし、チャンスチャンスチャンス。よし、ちょっと待ってね。じゃあ、今ちょっとノーリアップして、ここで行こう。ここで勝負。もう、俺はチャンスを逃さない。行くぞ。角。対決、どれぐらいいくか、もう結構いけるんじゃん。28、肩、肩だったらいけるな。頼む。急速来い、急速。来たー！急速、負けない。来い。149キロだぞ、俺は。よっしゃー！いいね、いいね。確実に上がってきてるよ、俺。来れば、勝負を挑ましてもらう。あんたが冗談、カードゲームしてあげてんだよ。冗談でええぞ、俺は本気だ。お、クレバが勝負を挑まれたでやんす。3年生か。あいつならクレバともいい勝負できそうだな。ざくしゃねえな。ちょいと待ってな。今ボール用意すっからよ。ふん、お前の持ち合わせでチェックしてるし、玉積みを解析済みだ。この勝負、絶対に勝たせてもらう。おお、怖え怖え。さてと、こいつでいいか。んじゃあ、さっさと始めようぜ。あいつでも来い。おらよ。なんだ今の変化は。すごい変化だ。クレバ、あんな変化球を持ってたのか。いや、そんなはずはないでやんす。こいつでラストだ。すまん。なよ、ちくしょう。さあ、これで実際は分かったろ。おお、強気な。さすがシングルナンバーだ。まだあんな秘密兵器あったなんて。矢部くん、なんか気づいたな。あれ、どこに行くの矢部くん。あ、なんだ、ボールを拾ってるのか。ストーくん、このボールを見るでやんす。え、これってクレバが投げたボールだよね。あれ、変な傷がついてる。
これはきっとエメリーボールでやんす。やつは不正投球をしたでやんす。なるほど。ボールや手に再興して鋭い変化をさせる投球のこと。ボールに軌道をつけるエメリーボール。唾液などの滑りやすいものをつけるスピットボール。泥をつけるマッドボールなどある。知らなかったな、これは。じゃあさっきの章は無効じゃないか。でもこの傷がついたのかは証明できないでやんす。投げた後だって主張されたら、くそ、確かにその通りだ。だが俺が来れば戦うときは注意しないといけないな。大丈夫です。おいらがきっちりと目を光らせておくでやんすよ。レイ君、ありがとう。頼りにさせてもらうよ。私生活ではいい子なんだけどね。ちょっともう一回勝負すっか。いやーでも厳しいな、ちょっと。行ってみよう。うん。いや、勝負、行くよ。全員対決。な、対決しますか。あ、これで、神業か。変化球。いやーでもストレートならワンチャンある。これで一気に、トップへ。よし、急速さばった。行くぞ。たん、来い。よっしゃー !9 位に上がったぜ。よっしゃー、やったぜ。なあ、笠崎。なに、須藤さん。お前、なんで勝負挑まないんだ。まだですか。前に言いましたよね。性に合わないって。入部して最初から性に合わないって、検出すぎなのか。それは、やっぱり一度ぐらいは勝負挑んだこと、やっぱり勝負、え、一度ぐらいは勝負を挑んだことあるのか。まったく、須藤さんは、意外なところはするですね。結局勝負はしてませんが、僕も入部した当初は人並みにやってやろうと思ってましたよ。でもね、ある日そんなの意味がないって気づいたんです。意味がない？自分で言うのもあれな、なんなんですけど、俺、観察眼には自信があるんです。一目見ただけでその人の実力が伸びしろも含めて分かっちゃうんです。おお、それはすごいな。で、その俺がどうやったって越えられない壁っていうのを見つけちゃったわけですよ。それがライゴーか。ご名答、あの人は格が違います。プロでも即戦力で通用する力を持ってます。だからビビって勝負しないのか。いえ、無意味だからですよ。最初から結果は見えてるんですから、わざわざ戦うのはバカバカしいでしょ。どちらやってみよう。お前はそれでいいのかって言っちゃうときっとなんか実は良くないみたいな展開になると思うから。でも、ここは熱くいくか。やってみよう。わかるもんか。へえ。なんで何か言いたそうだな。ですから結果は分かってに突き進むのはバカですよ。だからその結果こそがわからない言ってるんだ。わからないですか。どんな名投手だって2割弱の被打率あるし、3割バッターだって7割薄んじるんだ。そんな数字が無意味になるほど実力者が存在すると言ってるんです。実力者なんて努力で埋めればいいだろう。やれやれ。まあ、あなたはあなたのやり方でやってください。ともかく俺はそれが無意味だと思ってるって話ですよ。ああ、そうするよ。俺はお前みたいなものを、あ、お前、だ、なんか失敗したな、これ完全に。これはやらかしたと見た。でも9位に入りました、おかげさまで。やったぜ。ちょっとじゃあこれは、どうしようかな。メンタル、やる？いや、メンタル溜まってる気がするんだよな。ちょっと何か足りない、今。超溜まってんじゃん、メンタル。パワーだな。あー、待って、これだったらなんか特殊能力手に入りそう。ピンチ強いのあったらいいかもしれないね、試合において。あ、打球反応ついてるのか。ちょっとこれまた後々でいいや。だったらちょっといいや。今はちょっとパワーを鍛える。スタミナやったこ、スタミナ。うん。スタミナで言うとスタミナ増やしておけば今のうち D ぐらいにしときゃいいだろう。D、C ぐらい気持ちいい。いい。ちょっと休む、ここで。葵ちゃん、俺のやり取り見てくれ。いいけど、また毛玉とか作らないよね。こっそり練習して、それなりに形にしたんだ。俺の成長を見せてやる。そこまで言うなら見せてみて。ただし、僕甘くないよ。ほら、橋、亀、飛行機。おお、すごいよ、ストー君。こんなにできるんだってね。キモい。いっそ、あやとりのプロ目指そうかな。いや、そこはちゃんと野球のプロ目指そうよ。冗談だよ、冗談。けど、これでだいぶ指先が器用になった気がする。あ、いいじゃん。変化球ポ、あ、タイピンチ。え？だよね、タイピンチこっつかんの、いいじゃん。来れば、俺は挑戦権を行使するぞ。勝負だ。誰だ？なんだ？まったくやめとけいいのによ。てめえの実力分かってねえのにな。うるさい、いいから来い。え、じゃあ行くぜ。おら、言う。うわぁ。おお、危ないね。避けなかったからランクアップどころか野球やめるはめになってたかもな。おっと、わざとないんじゃね。手が滑っちまったんだよ。今日はどうも調子悪いみたいだ。まあ、当てる気なんざ、さらさらねえが、不可抗力ってやつだ。チートばかし弾が荒れるが気をつけてくれよ。今のは。ああ、これは、ああ、行こう。うん。一球目、わざとだな。おい、グラ、今見てたぞ。ちょっとこれ通して。ああ、読む気ないんだよ。俺の芸術投球を見てたって、手も足も出ず、無様に三振したとこは泣きそうに辛いになってたの、ちゃんと見てたか？わざわざ当てをしただろ。相手が余計大変なことになってたぞ。おい、いいかげんつけんじゃねえ。なんか証拠でもあんのか？ああ、確かに証拠はない。だけど俺は見てたんだ。だから、どんな言いがかりだぜ。無駄くそ悪いな。くそ、絶対証明してやる。ちょっとミスったな。失礼。というわけで、じゃあ次回へ行きたいと思います。ごめんね、時間がないからってさ、慌てちった。それじゃあ次回見てね。ほいじゃねん。